ペルー文学では、ペルー共和国の文学について述べる。ペルー年代記。1533年に、タワンティンスユが、スペイン人の征服者、フランシスコ・ピサロによって滅ぼされると、以後の今日のペルーに相当する地域の文学は、文字によるものにおいては、スペイン語によるものが主流となった。シエサでレオンの、ペルー年代記は、スペイン人による、征服の一部始終を記録している。 17世紀に入ると、インカ皇帝の子孫であったメスティーソ、インカガルシラーソデラベーガによって、インカ社会を理想化して描いた、インカ皇統旗が記され、18世紀になっても、ペルーのエリート層の着層に影響を与えた。死においては、ゴンゴリズムが影響力を持ち、南方のパルナーソのディエゴデメヒア、ゴンゴラのための弁明の不安でエスピノサメドラの建設された、 今のペドロデペラル対バルヌエボなどがその流れであり、フーシにおいては、フアンデルバリエイカビエデスが活躍し、ジョジシにおいても、ディエゴデオヘダが、古典主義的な構成の、ラクリスティアダを表している。リカルド・パルマセサル・バジェホ独立後、ロマン主義が、ホセ・ホア・キンモラによって、ペリューにも導入された。フェリペ・パルド・ヤリアガが独立後のフーシ文学になお、残した後、ペリューの小説の歴史は、 ナルシソ・アルステギのオラン神父によって始まりを迎えた。リカルド・パルマは地方の歴史や風俗に取材したペルー伝説集を表し、現在もペルーで最も敬愛されている作家となっている。女流作家のクロリンダ・マット・デトゥルネルはペルー伝説集に習い、クスコ伝説集を表した後、インディヘニスモ小説の先駆となった巣のない鳥を表している。 ニカラグアのルベンダリオに起源を持つモデルニスモ文学においては無政府主義に影響を受けたマヌエル・ゴンサレス・プラダが労働運動と連帯してペルー近代史上初のインディオの理論的用語を行ったがプラダは小文字集などの詩集も残しているその他にもペルーのモデルニスモでは詩人ホセ・サントス・チョカーノや詩人ホセ・マリア・エグーレンが活躍した詩人セサルバ・ジェホは 1> 第1週の黒い死者でモデルニスムからキャリアをスタートしながらも第2週のトリルセではモデルニスムと縁を切り外国資本の鉱山と対決した後虐殺されるインディオを描いたタングステンでインディフェニスムに歩み寄った後1930年代には共産主義に傾倒した1920年代には ラテンアメリカにおける独創的なマルクス主義解釈者となったホセカルロス・マリアテギがペルーの現実解釈のための七四論でインディヘニスモに大きな影響を与えたことも特筆に値する。シロ・アレグリアは黄金の蛇、飢えた犬に続く世界は広く無縁なもので白人地主やペルー社会一般と対決するインディオを描きインディヘニスモ小説にその名を留めた。 ホセマリア・アルゲダスも、ヤワル・フィエスタでは、同様にインディヘニスモ的な世界を描いたが、続く、深い川では、インディオの内面の魔術的な世界と自らをモデルに、した、白人少年の断絶を描き、最後の長編小説となった、すべての地では、アンデスの農村の社会学的な分析と、インディオ的な語法が、作品に反映されている。マリオ・バルガス・リョサは、都会と、 犬ども、緑の家、世界終末戦争などの作品を表し、コロンビアのガブリエル・ガルシア・マルケスと共に、ラテンアメリカ文学ブームを牽引した。ありがとうございます。